昼を駆逐してやる。博多の塩。山の呼吸二の方。遠野岳。どうもコリオツです。今回は遠野岳に登っていこうと思います。遠野岳ってこんなところ。標高は1491メートル、丹沢山地の南部にあります。夏場はヒルが大量発生するところです。尾根歩きが気持ちいいところで、大倉ルートは通称バカ尾根なんて呼ばれています。で、今回はこの大倉ルートから登っていこうと思います。では行ってきます。はい、ではこの大倉駐車場から出発していきます。丹沢大山国定公園。お、なんか埼玉県に似てね。遠野岳 6.4キロ。 6.4キロって結構あるぞ。車で大倉の駐車場まで来たんですけど、遠野岳は本当に登山者の多くて人気な山なので、車で来られる方は事前に計画を練りましょう。ちなみにバスは小田急線の渋沢駅から大倉駅っていうバス、15分ぐらい乗ると着くんですけど、休日だったら6時台後半から8時台朝ですね。この時間すごいバスの本数が増えるんで、1時間に4本くらいかな。だからこっちを使った方が確実です。山ビルにご注意ください。はい、丹沢といえば山ビルですね。超有名ですよ。そう、丹沢の山々全体が昼の群生地になっているので、鍋割山とか昼ヶ岳、昼ヶ岳なんても名前が昼ですからね。はい、まあ由来がどうかは知らないですけど、夏場特にジメジメした季節は昼に気をつけなければなりません。山ビルがどうやって血を吸うかというと、噛んだ時にヒルジンという物質が抽出されるんですけど、そのせいで血が固まらなくなってしまうんです。なのでかさぶたができずにずっと出血してしまうと。さらに痛みを感じない物質も奴らは発するので、私たちは噛まれたことに気がつかない。そして永遠に血を吸い続けるという、まさに鬼畜の所業。ヒルを駆逐してやる。今のところ超大型山ビルだとか鎧の山ビルだとか貴公子は見つかっていないので、対策しやすいかと思います。ちなみにヒルの弱点は首の後ろを切り、あ、違う、塩です。奴の水分を塩をつけて奪ってしまえばもうこちらのものです。博多の塩。あ、なんか登山者結構多いから恥ずかしいなこれ。観音茶屋。まだ山頂まで 5.4キロ。じゃんじゃん行きましょう。こんにちは。だいたい 2.2 キロぐらいですかね。やっと気持ちのいい尾根伝いの道になってきました。気持ちいい。結構登るな、果てしねー。こんにちは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 。さすが大人気の遠野岳、登山者が多いですね。登山開始から1時間10分、一本松に到着。あと4キロです。まだ半分いってない。はい、出ました、丹沢名物、この木の板の登山道。これ遠野岳の他にも大山、鍋割山、昼ヶ岳、丹沢系の山全部登山道にこういう板の道が見られます。確かに下のぬかるみとかがれた道から足を守ってくれて嬉しいんですけど、いかんせんこの木の横棒が絶妙に歩幅に合わなくて歩きづらいっていう難点もあります。まあでもアスレチックみたいで自分は結構好きですけどね。これこんにちは。登山開始から約1時間40分、やっと半分を切りました。まだまだあるぞ。いや、山頂を目指してるのに下り坂になると結構落ち込みますよね。なんで山の頂上を目指してるのに下り坂なんだって。これだから登山は面白い。さて、そろそろペース上げていきますか。山の呼吸二の方。絶対やっちゃダメだわこれ。甘い。登り始めて約2時間20分ほど。標高は1200メートルくらいですね。だんだん傾斜がきつくなってきました。ひー。いや、どこまで続くねこの階段。エグさしかないわ。
はい、初めて眺望が開けました。すごい綺麗。わわわ忘れ物。ああ寒い、しんどい、疲れた、眠たい、車欲しい。ん？おお、この高さに来ると雪が全然残ってますね。遠野だけ踏み出せと、遠野だけ。やっとやっとだ、ここまで帰ってきました。長かった。もう下半身全体がしんどい。バカ骨半端ないって、あいつ半端ないって。往復13キロも歩かすもん、そんなんできひんやん普通。はい、帰ってきました。やばい、膝が笑ってやがるぜ。はい、今日のまとめです。歩いた時間5時間、歩いた距離 13.2 キロ、標高差1303メートル、消費カロリーは2472キロカロリー。バカ骨の威力、身をもって体感しました。では、バイバイ。